はい、こんにちは、白塚です。今回は経済学入門48ということで、なぜリーマンは破産したのかというところをやっていきたいと思います。2008年9月ですね、リーマンブラザーズが破産しましたということで、そこから世界恐慌に入ったということですね。で、恐慌って何ですかっていうので、これは復習になるんですが、景気っていうのはお金の回り具合ですと。とした時に好景気、不景気として、好景気っていうのはお金があるってことじゃなくて動いてる、回ってるってことなんですね。ですからお父さんお母さんたちの財布の紐が緩い、だから買い物をたくさんする、そうするとお店の人が儲かる、お店の人の給料が増える、だからお店の人も別のところでお買い物をするっていうことで、お金がこうぐる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 回ってる状態のことを好景気というふうに言うわけですね。で、不景気っていうのは逆にお金がないわけじゃなくて動いてないっていう状態なんですよね。ですからお父さんお母さんたちの財布の紐がきつい、動かない、だから、お店で品物を買わない、だからお店の人が儲からない、給料が減る、失業する、廃業する、倒産するっていうのがこの不景気なわけです。で、恐慌っていうのはこの好景気から一気にズドーンとどん底に落ちちゃうことを恐慌というふうに言って、2008年っていうのはまさにアメリカは史上空前の景気が良かった、好景気だったんですね。そこから一気にズドンというふうにこう信用不安っていうのが起きちゃったということです。で、当然アメリカっていうのは世界で一番経済力があり、世界で一番影響力の強い国でしたから、当然アメリカで恐慌が起きたらそれが世界中に広がり、日本でも残念ながらですね、多くの企業が倒産に追い込まれたということがあったわけです。で、この大元になったリーマンっていうのはじゃあなんで破産したのかっていうことをやっていきたいと思うんですけど、いわゆるその建前的なそのテレビとかニュースとか、もしくは教科書とかで、書いてあることではなくて本当の部分ですね。もう今回はちょっとその建前の部分は全部、省略して本当のところっていうのをちょっと、やっていきたいと思います。伏線はですね、日本のバブル崩壊にあったんですね。1980年代後半っていうのは日本はバブル景気でもうめちゃくちゃ景気が良かったわけです。で、このバブル景気っていうのはなんで起きたかっていうと、一言で言うとその銀行に信用創造機能があったからですね。はい、信用創造機能があった。つまり銀行があって企業があって、もし銀行に1万円の預金があったら1000倍の1000万という数字を印字してあげることができたんですね。これを信用創造機能というふうに言ったわけです。1万円の証拠金があれば1000倍誰かに貸してもいいっていうのがあったわけですね。この1000っていう数字は今回大体こうイメージしやすいために、例として挙げてますけど、実際その銀行によったり国によったり、その倍率っていうのは違ったわけですけど、仮にこれぐらいは、貸すことができていたということなんですね。だから会社の社長が土地を買いたいって言えば銀行はじゃんじゃん貸してくれたし、株を買いたいって言ったらじゃんじゃん貸してくれたわけですね。もうむしろ銀行の方が進めている。社長、あそこの土地なんで買わないんですか、今度値上がりするのは確実なのに、もし買うんだったら私たち貸しますよっていうことで、銀行っていうのは結局この会社の経営者とか企業に貸してなんぼなんですよね。貸さないとどれだけ預金を集めたって儲けることはできないわけですよ。窓口手数料なんかよりもこっちの方がもう全然早いですからね。1万円持ってたら1000万貸せるわけですから999万円儲かるわけですよ、簡単に言ったらね。それプラス金利ですからね。今回金利は省いてますけど、金利、それプラス金利で儲かるわけだから、銀行っていうのはお金を貸してなんぼなんですよね。だから会社の社長さんたちっていうのは銀行はお客様なんですよ。だから銀行は社長に対しては社長社長っていうふうにこう言うわけですけれども、貸してなんぼなんです。だから銀行の方があそこの土地なんで買わないんですか、絶対値上がりするの確実なのにみたいなで言ってバン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 貸してたわけです。でそれで土地の値段がどんどん上がっていったっていうのがバブル景気だったわけですね。でそれが日本にとどまらないで、日本が結局その世界の富にも手を出し始めた。アメリカの名所ある大リーグの球団を買ったりとか、富の象徴であったロックフェラーセンターを買ったりとかっていうことをしたので、まあ、それを見てた世界の金融のトップの人たちですね、ロスチャイルドとかロックフェラーとか、まあ、そういう本当にもう代々金融のトップにいる人たちっていうのが、まあ、見てて、これはもう日本は調子に乗りすぎだということで、このバブルを潰せというのが出たわけですよね。でそれが間接的に日本の大蔵省に行き、そして日本の大蔵省が銀行に対して総量規制っていうのをかけて、結局この信用創造ができなくなったわけですよね。で一気にバブルが崩壊したというのがあったわけです。でそしてビス規制っていうのが入ったわけですね。ビスっていうのは国際決済銀行ですね。国際決済銀行ビスが規制をかけて、自己資本 8% 積みなさいと。まあ、つまり 12.5 倍までしか貸してはいけませんっていうふうになったわけです。まあ、それでも 12.5 倍貸せるんですけどね。それでも 12.5 倍貸せるんですけど、こういうもう1000倍みたいなありえない信用創造はもうできなくなったわけですね。自己資本としてとりあえず自分たちでちゃんと 8% はお金を持っときなさいと、ね、だから最大 12.5 倍までしかお金を貸せませんよっていうふうになったわけです。でこれって日本を潰すだけでなくて自分たちの首も絞めてるわけですよね。そのロックフェラーとかロスチャイルドとかっていった一族たちはもともと金融のトップだしボスだから、自分たちもこの信用創造ができなくなってるわけですよ。だから日本を潰したのはいいけど自分たちの首も絞めてるわけですよね。ってなった時に別の知恵を生み出したわけですね。でそれがそのサブプライムローンっていうやつですけれども、結局例えばアメリカでですね、アメリカンドリームって言ったら、立派な家に住んですごく立派な車に乗ってっていうのがこうイメージとしてあって、アメリカっていうのは基本移民を受け入れてますから、そのメキシコとか南アメリカ大陸からたくさんの移民を受け入れてるんですよね。で彼らもアメリカに移住したら自分たちはいい家に住んでいい車に乗ってっていうふうになりたいと思ってるわけですよ。でした時に今までだったらですよ、このビス規制を入れる前までは信用創造ができたので。とにかくその会社とか法人とかにどんどんお金を貸して儲けるってことができてたわけですけど、それがなかなかしにくくなってるわけですよね。日本のバブル景気が崩壊しているためにそんなにこうたくさん銀行からお金を借りたいっていう企業はなくなっていったわけですよね。企業自体もやっぱりこう反省して慎重になってるわけですよ。だから一般の消費者に行ったわけですよね。は企業じゃなくて一般の消費者にお金を貸すとって言った時に、今度信用創造みたいな1000倍とかはいかないわけで、最大は 12.5 倍までしかいかないってなると、基本的には銀行っていうのは儲けにくくなってるわけですよね。今までは企業に対して大きなお金をどんどん貸し付けて儲けるってことができたけど、それを消費者って言ったら消費者は当然企業よりお金持ってないし、なおかつ倍率としても1000倍とかではなくて 12.5 倍までぐらいしか貸せないわけですから、圧倒的に自分たちが儲けにくくなってたわけです。そこでこう知恵を出したわけですね。そうした時にじゃあもうどうするかって言ったら、たくさんの人にお金を貸すしかなくなったわけですよ。でそうした時にサブプライムローンっていうのを作り出したわけですね。ローンっていうのは貸付ですよね。借金貸付が、あったわけです。もともとプライムローンだけだったわけです。プライムローンっていうのはこれは有料顧客ですね。つまり銀行にとっていいお客さんです。どういうことかって言ったら、貸しても必ず返してくれるだけの、返済能力を持った人たちがプライムローンなんですね。要するにお客さん、銀行として優秀な人、ごめんなさい、お客さんとして優秀な人たちを 有料顧客プライムの、区分けにしてプライムローンって言ってたわけです。でこの人たちは、いい家に住みたい、いい車に乗りたいで、一時的に銀行からお金を借りたとしてもちゃんと返済できる人たちだったんですね。でその人たち向けの、商品だったわけです、プライムローンっていうのはね。でもそれだけだと銀行としての儲けが大したことがないと言った時に、今度はそのサブプライムローンっていうこの返済能力の厳しい人向けのローンもう返済が厳しい人たち向けの、ローンっていうのを、金融商品として開発したわけですね。ある時はその銀行はお金を直接的に貸し出し、リーマンブラザーズっていうのは銀行じゃなくて証券会社ですけど、それを証券化して金融商品として販売したりとか、そういったことをやっていたわけです。でこれはですね、簡単に言ったらですよ、銀行とか証券会社からすると返せないと思ってるんですよ。返せない人たちに貸してたんですね。意味が分かんないかもしれないんですけど、今から説明します。もう銀行とか証券会社からすると、もうこの人たちは返せないって最初から分かってて貸すんですよ。そうした時に最初の入り口だけは、例えばその1年目2年目で3年目みたいな感じで行った時に、このサブプライムローンをでお金を借りる、もしくは金融商品を買う人たちには最初はこんだけ返してくれればいいですと、ね、あなたでもこれは返せるでしょと、あなたでもこれぐらいの金額は返せますよねっていうことで、あ、返せる返せるっていうことで借りるわけですよ。ってなった時に家とか自動車ですから、当然ものすごくこうね、返済期間が長くなるわけですけど、2年目でいきなりガーンって上げるわけですよ。こういう貸し方をするんですね。で1年目これだけ返してくれたらいいよと、だからあなたでも返せるよねって言って契約させて、1年間はこれで貸して、でこの人たちはお金を借りれたから家を買ったり自動車を買ったりしたわけですよ。ところが契約の中身をこの人たちはよく見てなくて、実は2年目から急に金額がドーンって跳ね上がるような状態になって、一気にこの人たちは返せなくなるわけです。そういう商品をもう仕掛けてるんですよね、銀行とか証券会社が。ってなった時に当然この人たちは返せない。じゃあどうするかって言ったら、せっかく手に入れた自動車とか家を手放すしかないわけですね。ということで担保みたいな感じで、結局その銀行とか証券会社がせっかくこの人たちが買った家とか自動車とかっていうのを取り上げるというのを繰り返したわけですね。これは不良債権化したわけですね。回収不可能なお金っていうふうになったわけです。不良債権っていうふうになったわけです。ってなると銀行は帳簿上は負債がたまっていきますよね。帳簿上は負債がたまっていきます。ちょっとこれは会計が少し分かる方じゃないと理解しにくいかもしれないんですけど、決算書っていうのはこういうふうになっていて、貸借対照表 BS っていうバランスシートっていうふうに言われてるんですけども、それは資産と負債っていう資本ってこういうふうに3つになっていて、ってなってた時、これ銀行のバランスシート、貸借対照表だった時に、こうやってお金を例えばじゃあ1000万貸しましたと、貸しましたと、ね、その中で、この大部分が、不良債権化しましたと。例えば、そうですね、950万円不良債権化しましたと。返してもらったのは50万円だけでしたと。でするとここに950万という数字が銀行の中で残っちゃうわけですよね。1000万貸したんだけど950万不良債権化しちゃったということになっていくわけです。でサブプライムローンを売れば売るだけここがどんどん銀行とか証券会社は負債がどんどんでっかくなっていくわけですよね。でなんでこんなことをしてるのかって言ったらやっぱりこう信用創造機能なんですよ。だから銀行っていうのはもともと1000万円持ってるから1000万円を貸すっていうビジネスじゃなくて 12.5 倍まで貸していいわけですから、だからこう1000万っていうのももともと現金が80万ぐらいで 12.5 倍で1000万とか貸すわけですよね。ってなると50万回収してなおかつ1000万円分の土地とか建物を回収すればボロ儲けなんですよ。ちょっとこの辺は少しこう1回見ていただくだけでは難しいからくりかもしれないんですけど、例えば1000万貸すってことは元手が80万でいいわけですよね。 12.5 倍だから80万持ってたら1000万貸していいわけですよ。 12.5 倍だったらね。だから1000万貸してあげましたと。でこの人は50万返してくれたって残り950万は不良債権化したわけですけど、この人たちが持ってる土地とか家とか建物っていうのを全部こう持っていくことができるわけですよね。だから結果的にはやっぱり銀行はボロ儲けしてるわけですよ、ね、でその土地とか建物を分取って今度はそこにこう住まわせるためにまたお金を貸すっていうようなことをして結局銀行はボロ儲けしてるんですよね。 12.5 倍の倍率をかけながら相手の土地とか家とか自動車とかっていうのをどんどん自分たちがこう取り上げて、でそれにまた誰かを住まわせてお金を貸してっていうようなことをしてるからどんどん儲かってるんですよ。でも決算書上はここの負債っていうのが不良債権がどんどん溜まっていくわけですねっていうようになってたわけです。だから実情は資産は結局この資産負債資本っていうのは結局バランスを取ってるわけなので、これが増えれば増えるだけこの資産っていうのもでかくなるんですよね。だからもともとこういうバランスシートだったのにここがでかくなれば当然ここも大きくなる。つまり資産も大きくなるわけですよ。負債が大きくなるってことは資産も大きくなってるわけですから、銀行っていうのは資産をどんどん増やしてたんですよね。でもアメリカ人の一般投資家たちはそこが見抜けなかったわけですよ。銀行は丸儲けしてるんですよ。すごい少ないお金で土地とか建物とか自動車とかっていうのをどんどん自分たちは資産として持って、それをまた人に貸してそこに住まわせてお金を貸し付けてっていうようなことをやってたから、確かに負債は増えてるんだけどそれ以上に資産をどんどん銀行とか証券会社は増やしてたんです。リーマンブラザーズもね。だからリーマンブラザーズは破産したっていうのは儲かってなかったから破産してたわけじゃなくて、逆に儲けすぎてて負債も資産も両方大きくしすぎてたんですね。ってなった時にアメリカとか世界の一般投資家の人たち、ちゃんと本当にこの財務とか会計とかをしっかり勉強してない人たちがパッと見ですよ、パッと見この負債がめちゃくちゃある決算書を見てどう思ったか、リーマン本当にやばいんじゃないのと、自分たちが株を持ってるあのリーマンブラザーズって負債がどんどん増えてるよねと、あこれやばいんじゃないのっていうことで本当の意味の信用不安っていうのが起きちゃったわけですね。つまり本当は資産がどんどん増えてるから丸儲けしてたのに負債まで同時に大きくなってたんで、それを見抜くことができない。あリーマン丸儲けじゃん、めちゃくちゃこう悪どいものすごい儲けの仕組み、儲けのからくりをやってんなっていうふうに見抜ける人はほとんどいなくて、ほとんどの人たちはこの決算書だけを見たんですね。決算書だけを見て負債が恐ろしいスピードで拡大していると、あこれは自分たちが株を持っているあの会社はやばいんだということで信用不安が実は起きてしまったわけです。ということで一気に一般投資家たちがそのリーマンとかね AIG とか、ああいった本当にウォールストリートの一番トップの、銀行とか証券会社の株を売り出したわけです。だから本当は丸儲けだったのに一般投資家の人たちがパニックになってしまって負債がすごくあるから自分たちが持っている株が危ないっていうことでバーって株を売り出して、それで一気に破産しちゃったということなんです。だから本当は儲かってたんだけどすごく丸儲けしてたんだけど実は信用不安によって破産したんですね。でそしてアメリカが金融恐慌になり結果的にそれが世界中に波及して日本にも多大な影響があったということなんです。なので結局まあですね、こういう、商品を銀行とか証券会社が作り出したわけなんですけれども、ね、やっぱりちょっとねやりすぎだったわけです。儲けすぎというか資産を増やしすぎた結果負債を増やしすぎて、自分たちに、天罰というかね天誅が下ったっていうようなところが、実態だったということです。はい、今回はなぜリーマンを破産したのかというテーマの講義を見ていただきました。今回の講義をご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。YouTube 市場が現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン戦線で頑張るのだ。サービス残業万歳ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。んなわけあるかこのクズが。本当です、これを見てください。67万円じゃなくて$6,700だけどね。YouTube のメリット1、Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのにあなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーに流布。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。$6,720の収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。YouTube のメリット2、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上を稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート。ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー！